宣言します。ユーコンはもう完全に秋です。スケの団地のユーコンユーコン。この番組はカナダユーコン準州移住5年目、まだまだ駆け出しユーコナーの私、スケの団地が初心者目線でユーコンの魅力を紹介する番組です。はい、ということで、もう完全に秋になってしまいました。もう半袖半パンでうろうろしてたのが、もう夢のような話になってしまいました。もうね、日照時間もどんどん短くなってきて、朝いつも5時半に起きてるんですけど、まあ暗いですね。もうこれからどんどん暗い時間が伸びていくのがちょっと残念なんですが、まあそれはそれで悪くないかなっていう風な感じです。はい、ということで、第4回目になるんですが、前回はキャンプ場でのお話をさせていただいたんですけども、今回はまたこのユーコンに来た経緯というか、あのユーコンに着いた日から昨年我々2022年に初めてこっちに来てから初めて一時帰国をしたんですけども、そのユーコンに着いた日、2018年の8月から初めての一時帰国をした2022年11月までの4年3ヶ月を、ユーコナーへの道というふうに題しまして、これからお話していこうかなというふうに思います。まあ、何をもってユーコナー、ユーコン人ということになるのかはまあわからないんですけども、まあ、自己紹介を兼ねて5年間を振り返るようなコーナーにできたらいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、まあ、前回もお話した通り、我々は、カナダで永住権を取ろうということになりまして、2018年の8月末に妻と当時1歳11ヶ月の息子とともに、ユーコン、ホワイトホース国際空港に到着いたしました。その時は、スーツケースが4つとベビーカー。もう自分たちの全財産はそのスーツケース4つの中に全て収まっているという状態でやってまいりました。で、泊まるところなんですけど、日本にいた時から、Airbnb で探して予約していた空港の近くにあるお家の離れをですね、2週間ぐらいだったと思うんですけども、予約してましたので、空港に着いたら、そこのオーナーのおばちゃんがですね、空港に迎えに来てくれてました。第一ユーコナー発見ですよね。で、まあ、そのおばちゃんとの出会いは本当に運命の出会いだったなと思うんですけども、すごいいいおばちゃんで、いい意味で世話焼きのいいおばちゃんで、今でもたくさんお世話になっているような方なんです。で、そのおばちゃんのお家の離れなんですけど、最初の家になったんですが、めっちゃ綺麗な部屋で、もう洗濯機もついてたし、とにかく家の中は綺麗にされてて、ワンベッドルームだったんですけども、まあ3人で、大人2人と小さい子1人だったら全然問題ないかなという感じのところでした。もうちょっと多くても多分大丈夫かなと思います。で、まあ、散歩道であるとか、子供が遊べる公園も近くにあって、もう最高でしたね。ちょっとダウンタウンからは遠かったんですけど、まだ当時そんなにダウンタウンに行くような用事はなかったので、まあ良かったかなと思います。今でもその最初のお家の近くに住んでるんですけど、前通るたびに、あ、懐かしいなって、初心に帰るような、そんなお家でした。で、そのお家に入居して、その翌日から僕はですね、ユーコンカレッジ、今でいうユーコンユニバーシティなんですが、そちらの留学生オリエンテーションに行き始めまして、で、そこから翌週から授業が始まったということです。で、そのカレッジでのことに関しては、また別にまとめていきたいなと思いますので、とりあえず今日は、ここぐらいにしておきますが、で、まあ、移住した我々なんですけども、問題が山積みですよね。まず、家問題。
この Airbnb の2週間が終わったら次どこに行くのか。あとは車問題。絶対車は必要な環境だったので、それもできれば2週間以内には手に入れないといけない。あとは、妻の仕事探し問題。お仕事をしてもらうことになるので、なんとか仕事をできれば早いうちに見つけたい。と、っていうのと、それに関与しまして、息子のデイケア問題。保育所ですね。を探さないといけないという、まあ、大きく、その4つの問題があったかなというふうに思います。家問題に関しては、我々、前回もお話した通り、カナダのトロントに1年間住んでた経験があって、トロントではものすごい家探しが、我々にとっては結構簡単だって、割とすぐ見つかったので、なんかその感覚で、まあすぐ見つかるやろうと思って来たんですけど、どうやら話を聞いてるとちょっと難しいということで、これはちょっと、頑張って探さなあかんな、2週間後、外に出ることになるのかっていう風なところでした。で、日本にいた時から、あるユーコンに住んでらっしゃるご夫婦のブログがありまして、そのブログをずっと日本にいた時読んでて、いろいろ参考にさせていただいてたんですけども、そのご夫婦に、ブログを通じて連絡を取ってみたんですね。そしたら、そのご夫婦が、我々がその借りている Airbnb の部屋のものすごい近く、もう正面ぐらいのところに住んでらっしゃるっていうことが分かって、すぐお会いして、いろいろお話聞かせてもらったんですね。で、すごく感じのいいご夫婦で、このラジオも聞いてくださってるんですけど、初日というかご夫婦にお会いして最初の日からうちの息子はお二人に特にご主人の方に懐いてもう初日から膝の上に乗って本読んでたりとかそういうご夫婦でした。でいろいろホワイトホースでの生活ユーコンでの生活のお話を聞かせていただいたんですけど車も探してるんですっていう話をしたらちょうどそのご夫婦が車を乗り換えようと、新しい車に乗り換えようとしてらっしゃるところでして、売ってあげようかということになりまして、シボレー、ミニバン、ベンチャーっていう車だったんですけども、車を早々に売ってもらうことに成功したんですね。かなり安いお値段で。なんですよ。それはすごいラッキーでしたね。本当に感謝してるんですけども、さらにね、うちの妻の仕事に関しても、そのご夫婦の奥様の方の職場、もしかしたらいけるかもしれないということで、じゃあ聞いといてあげるっていうふうなことで、おっと、仕事問題も解決しそうかなというところで、さらにデイケア問題も、保育所問題も、ちょっといろいろ保育園を見て回ってる時に私新しい保育所を立ち上げようとしてるのっていうおば様ではないと思いますお姉様がいらっしゃってなんとその新しく、デイケアを始めようとしてらっしゃる場所も我々が今住んでる家さらに奥様が働くことになるかもしれない、職場にすごい近いところだってそれは最高やなということで、車問題仕事探し問題デイケア問題があれよあれよという間に解決してしまったということだったんですね。いい感じやんちょろこいやんけというふうに思っててさらに僕ね家族3人で来たんですけど、家探してるんですっていうことを、学校のオリエンテーションで自己紹介みたいな時に話したら、帰る時に、家探してる人を探してる人いるよっていうふうに、言ってくださる人がいらっしゃって、で、いろいろ連絡取らせていただいて、お家見に行かせてもらって、
あ、いいやんということで、あるお家の、ベースメント地下室になったんですけども、まあ半地下みたいなところだったんですけど、いいやんここでということで、そこに10月から入ることが決定しました。ということで、もう家問題も解決して、当面の問題が全て、まあその2週間のうちに解決してしまったということで、楽勝やんけ、これ俺らいけんじゃん余裕でっていう風にすごい調子乗ってましたね、その頃。はい。で、まあ、8月の末に行ったので、その9月の中旬から10月に新しいお家に入るまでの間、泊まるところが必要だなということで、まあ、2週間、丸々2週間泊まれるところを探して、まあ、なんかダウンタウンのちょっと安い感じのホテルが見つかって、まあ、それでいいかということで予約しまして、ホテル生活になるので、とはいえ、自炊しないとやっぱりちょっと金銭的にも経済的にもしんどいので、自炊しようということで、ガスバーナーとかアウトドア用の鍋セットとかをホームセンターみたいなところで買ってですね、なんとなくワクワクするような、なんか新しく同棲生活を始めるような、そんなワクワク感で過ごしていました。さらにですね、その新しい車、もう僕にとっては初めての車だったんですね。日本ではずっとペーパードライバーだったので、その新しい車、しかもアメ車ですよ。アメ車のでっかいミニバンで、近くの湖を見に行ったりね、もう順風満帆やな。むっちゃ楽しいな、ユーコン。学校も始まって、まあまあ楽しいな、おもろいな、っていう感じだったんですね。っていう風に過ごしてて、夜に夜空を見上げると、もう皆さんお分かりですよね、オーロラが出てたんすよ。うん、まあ、初めてのオーロラだったんですけど、もうこんな、まあ、街中からでも見えんねや、こんなはっきり見えんねやってすごい感動して、もうこれはもう吉兆やな、俺らもユーコンでやっていけるなっていう風にすごい思った瞬間でした。さあ、しかし、様々な試練がこの後やってきます。すべてはダウンタウンのホテルで起こります。そのお話はまた次回。エンディングです。ユーコンユーコンはスタンドFM、 YouTube でほぼ毎週配信中。ぜひいいね、コメントをください。またインスタグラムでは最新情報も発信中。今回のエピソードに関連する画像も上げておきますので、ぜひご覧ください。パライソリーさんと一緒にお送りしている冤罪でござるのラジオでござるも好評配信中です。ということで、次回からダウンタウンのホテル編2週間始まるんですけど、ここはほんまにいろんな次から次へと試練が訪れますので、ぜひ聞いていただければなというふうに思います。ということで、今回はこれにておしまいです。また聞いたってや、バイバーイ。団地のユーコン。